ロッテは先発エースの成瀬1回です。オリックス、ツーアウトランナーサードでこのカブレラ、相性は成瀬の方がいいんですが打ち取って先制点は許しません。その裏マリーンズ先発、こちらも開幕投手の金子、好調の荻野、このストレート、井口カーブで三振、こちらも素晴らしい立ち上がりでした。 0-0 で3回へ。オリックスワンアウトから大吹きがこのヒット、さらには打順1番に帰って坂口、ワンアウトランナー2塁1塁でバッターは赤田、ここは三振、後藤も三振、スライダーがものすごいキレを見せました。得点を与えません。4回の裏のマリーンズ、初めてのランナーを出しました。ノーアウトです。そして1球でこの荻野が送りバント成功です。そして井口、少しボールは甘く入ったんですがセンターフライ、走塁、今年の売り、ランナーをサードに進めて4番のキムテギュン、このマイルドピッチ、マリーンズがなんとノーヒットで1点を先制しました。そして5回マリーンズは先頭の大松、ヒットで出ましてサブロー、1000本安打がツーランホームラン、貴重な一発でした。3対0です。後ほどコメントも届くと思います。5回終わって3対0でマリーンズがリードしているというゲームになります。